オングストロームは長さの単位である。原子や分子の大きさ、可視光の波長など、非常に小さな長さを表すのに用いられる。1は10メートルイコール 0.1 ナノメートルイコール100ピコメートルと定義されている。原子や分子の大きさ、また可視光の波長は数千オングストロームというオーダーとなることから、分光学などにおいて数値的に都合が良く、かつては広く使われていた。しかし、2019年以降の国際単位計は、この単位の使用を認めていない。日本の計量法は、電磁波の波長、膜圧または、物体の表面の粗さもしくは、結晶格子にかかる長さの計量にのみ、オングストロームを使用することを認めており、それ以外の用途に用いることはできない。SI 単位ではないため、理化学分野、工業分野、教育分野で、積極的に使われることはないが、その利便さから今日でもオングストロームを用いることがある。オングストロームの記号は日本の計量法でも国際単位計でも同じであり、それは大文字の A の上部に小さいリングを付したものである。単位オングストロームの国際単位計の正式文書における位置づけは次のように変遷している。現行の第9版においては、オングストロームについては全く記載がなく、したがって SI 単位と併用することはできない。分光法の先駆者であるスウェーデンの物理学者、アンデルス・オングストロームが、1868年に10から10メートルを単位として使ったことに由来する。ただし、特に単位名称は名付けなかった。後に、その単位がオングストローム単位と呼ばれ、さらに、オングストロームと略されるようになった。オングストロームが使った単位は10メートルであったが、当時メートル元気で定義されていたメートルより高精度の長さの単位が分光学では必要とされていた。そのため、1907年、国際天文学連合が初めてオングストロームを国際標準として定めたとき、国際オングストロームをカドミウムの赤線の指定条件下における波長の1、6438.4696 と再定義した。1927年に国際度量衡局もこれを採用した。メートルの精度が低かった時代は、この定義は10から10メートルとする定義と矛盾することはなかった。1960年、メートル自体もクリプトンの大々路線の波長から分光学的に再定義され、国際オングストロームと同等の精度を持つようになった。しかし、国際オングストロームを新しく定義されたメートルで表すと 1.00000020 から10メートルとなったため、10から10メートルとされるオングストロームと2つのオングストロームが並立することとなった。オングストロームの単位記号は、リング付きの大文字 A に由来するが、ユニコードやJISX0213ではそれぞれ別の文字として定義されている。なお、JISX0208には、オングストローム記号のみが2区82点に定義されている。ユニコードのオングストローム記号は、既存の文字コードとの互換性のために用意されている互換文字である。ユニコード標準では、この文字の代わりに、リング付きの大文字 A を使うことを推奨している。次の3つの文字様記号は、普通の文字と正準等価である U+2126 オームオームサイン、U+212 AK ケルビンサイン、U+212B オングストロームサイン。これら3つのすべての文字については、普通の文字が使われなければならない。計量単位例別表第6項版に、オングストローム、メートルの100億分の1計量単位例別表第6項版に、オングストローム、メートルの100億分の1計量単位規則別表、第4オングストロームの欄、SI ブロシュア、ザ・インターナショナルシステム・オブ・ユニッツ・プリービアス・エディションズ、オブ・ザ・ SI ブロシュア第1版第8版の、各年版国際単位計、第9版日本語版産業技術総合研究所、計量標準総合センター、2020年4月。22.2ザ・ユニコードスタンダード、バージョン 8.0、マウンテンビュー、CA、USA、ザ・ユニコード・コンソーシアム ISBN978 から1から936,213から10から8 http://www.unicode.org/version8.0.0/ch22.pdf2015 年9月6日閲覧ありがとうございます。